札幌市白石区で小学3年の女の子が監禁された事件で、逮捕送検された松井はじめ容疑者が女の子に警察官だけどちょっと来てなどと警察官を語り声をかけ連れ去ったとみられることが分かりました。松井容疑者は容疑を否認していて、警察は動機などについて慎重に捜査しています。